はい、皆さん今週もこんにちは。今回は新しい事務所の方で収録しております。しかも今までは収録時間いつも夜とか夜中にやってたんですけれども、今回は朝です。こうね、窓から朝日が斜めに差し込んでいますけれども、特に爽やかでも何でもなく淡々とやっております。必ず喜ばれるキャッチコピー、お客様の声ポップということで、キャッチコピーというのは一般的に難しいイメージがあります。いろいろな本とか、セミナーとか参加してみても、なかなか、うまく作ることはできないような感じではないでしょうか。まあそれもですね、小さなお店理論というか、もうほとんどのキャッチコピーの作り方とかっていう情報は、大型店とかメーカーのための何万人の心に響くということをね、対象にしているんで、小さなお店のキャッチコピー、必要なものが全然違うんです。小さなお店のキャッチコピーというのは、あなたとお客様のコミュニケーションのきっかけであればいいということで、では小さなお店のキャッチコピーはどうやって作ればいいのかということになりますけれども、まず一つ、確認しておいてほしいのは、小さなお店のキャッチコピーはそれぞれ一つ一つのお店によって、必要なものは変わってきます。まあ要するに、あなたのお店はあなたのお店専用のキャッチコピーがあるということですね。ではそんなキャッチコピーを作るためにどうしたらいいかと、これは考えないこと、悩まないことです。お客様に聞いてください。そのキャッチコピーを作りたい対象の商品について、どんな風に使っていますか、なぜこれを選ぶのですか、どんな風に喜ばれていますか、だいたいこのような質問を普段の会話の中でいいですんでね、さらさらと聞いてください。そしてその時にいただいた答えをそのまんまポップに書く、これをですね、いろいろ考えたり悩んだり、販売促進的にとかマーケティング的にということを考え始まると、お客様目線ではなく店員の目線になってしまうんです。お客様に響くキャッチコピーというのはお客様目線です。お客様にそれを聞いた後に一言、ああそれいいですね、お店で使わせていただいてもいいですか、と一言付け加えておきましょう。そのようにしてできたキャッチコピーは、もちろんポップだけではなくて、 SNS、ブログ、ホームページ、チラシ、何にでも使えますので、どんどん使っていきましょう。そしてそのキャッチコピーの、パターンが、5個とか10個とか集まってくると、それをこう組み合わせていくことによって、もっともっとこうブラッシュアップしていけますのでね。まずはお客様に、この商品どんな風に使ってますか、なぜこれを選ぶのですか、どんな風に喜ばれていますか、などと聞いてみてください。